マッチ棒パズル。正しい等式を作るノートレが全部で6問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は5+1=6 となり、正しい式になりました。第2問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は8-6=2となり、正しい式になりました。第3問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は19-0=19となり、正しい式になりました。第4問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は6-4=8-6=2となり、正しい式になりました。第5問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。
正解は108-99=9となり正しい式になりました。第6問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は5×4+4=8×3=24となり正しい式になりました。おまけ問題です。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。